このレッスンでは「ジェットパック by wordpress.com」というプラグインを利用して各記事に SNS 共有ボタンを設置する方法について解説していきますまず今回のレッスンを始めていくにあたりこちらの「ジェットパック by wordpress.com」のプラグインをワードプレスにインストールしてそして有効化しておいてくださいそして有効化するとこちらの左メニューのこの部分に「ジェットパック」というメニューが表示されてきますのでこちらをクリックします するとこういったジェットパックの画面になります。今回はこのジェットパックプラグインに含まれている共有機能を利用してワードプレスのサイトの各記事に対して SNS への共有ボタンを設置してみたいと思います。まずはこちらの設定というボタンをクリックします。するとこのようにこのジェットパックの設定画面になりますのでこちらの下の方に行って。 そして、この「共有」と書かれている部分にマウスオーバーをして表示されたこの「有効化」というリンクをクリックしますするとこの「共有」という機能が有効化されてこのように色がついてきますそれでは次にこちらの「設定」というボタンをクリックしますするとこのような画面に移りますここではその「共有」ボタンの設定を行うことができます まずは設置したい SNS のボタンを選択します。今回は Facebook と Twitter と Google プラスにしてみましょうか。まずはこちらの Facebook をドラッグしてこちらの部分に持ってきます。そしてドロップします。するとこのように Facebook がこちらに移りましたね。そして次にこの Twitter をドラッグしてこちらに持ってきます。そしてこちらの Google プラスも同じようにドラッグして持ってきます。 これで3つのボタンが有効になりました。そしてこれをプレビューしたのがこの部分となります。そして次にこのボタンに対して各設定を行っていきます。例えばこのボタンのスタイルではボタンの表示の仕方をアイコンのみなのか、それともこのようにテキストのみなのか、もしくは公式ボタンを利用するのかといった選択を行うことができるようになっています。今回はアイコンのみとしておきます。 そして、こちらの共有ラベルでは、こちらで設定された文言を、こちらのボタンと合わせて一緒に共有させるといった形になっています。そして、このボタンの表示では、この SNS への共有ボタンを、どの種類のページに共有させるかといったことを決定することができます。今回は、固定ページ以外の部分に設定したいと思いますので、こちらとこちらと、そしてこちらにチェックを入れておきます。そして、次に Twitter サイトタグ。 この中には、このサイトのドメイン保有者のツイッターユーザー名ですね。要するに自分のツイッターユーザー名を入力しておくことができます。そして最後に CSS と JavaScript を無効化と書いていますが、これは少し高度な設定となりますので、今回はデフォルトの状態にしておきます。それではこの状態で変更保存をクリックします。するとこのように設定の保存が完了しました。それではこの状態で、 このワードプレスで生成されたウェブサイトの方をブラウザで確認してみたいと思います。はい、これがそのウェブサイトをブラウザで開いた状態です。それでは、記事一覧の画面を確認してみたいと思います。すると、このように記事一覧の画面が表示されてきて、そしてご覧の通りに SNS のボタンが表示されていますね。これらのボタンをクリックすることによって、それぞれの SNS のサイトに対してこの記事を共有することができるようになっています。 このようにワードプレスのプラグイン機能を利用すれば、インターネット上でよく使われているこういった技術も簡単に自分のサイトで利用することができるようになっています。ぜひ積極的に活用していきましょう。以上でレッスンは終了です。今回は Jetpack by Wordpress.com のプラグインを利用して、各記事に SNS 共有ボタンを設置する方法について解説いたしました。